コリンは様々なアルカロイドの構造骨格となる化合物である。血管収縮の目的や、片頭痛とその光学異性体のイソエルジンである。また、その他のリゼルグ酸誘導体やクラビンが少量含まれる。ハワイの植物であるアージリアネルボサは同様のアルカロイドを含む。そのため、証明はされていないが、エルジン、またはイソエルジンが 幻覚効果の原因になっている可能性がある。炭子用植物に含まれるバッカクアルカロイドと同様に一歩もやアサリホーリアで見られるエルゴリンアルカロイドは種子に着生した菌類が生産する。エルゴリンは穀物に感染してバッカク中毒を引き起こすバッカク菌から初めて単理された。バッカク菌は医薬への利用も長い歴史を持ち、これが 科学的な活性を解明しようという取り組みにつながった。これは1907年に g ーバーガーと f h カリンが治療効果よりも毒性の方が大きいエルゴトキシンを管理した時から始まった。1918年にはアーサーストールによってエルゴタミンが管理され、管理されたエルゴリンアルカロイドとして初めて治療用途に用いられるようになった。 1930年代初期には、バッカクアルカロイドの基礎的な化学構造が決定され、合成誘導体の積極的な探索が始まった。エルゴリン誘導体には、水に、可用のリゼルグ酸、アミド、水に、不要のエルゴペプチド、そしてカルビン類の3つの大きな分類が存在する。これらの化合物の間の関係は、以下の構造式と地換器の表にまとめられている。 ペプチドエルゴリンアルカロイド、またはエルゴペプチンは、エルゴリン間において、リゼルグ酸誘導体のアミド元と、同一にトリペプチドが付加した誘導体である。この構造は、プロリンと他の二つのアルファアミノ酸を含み、これらがチクロールで結合されている。いくつかの重要なエルゴペプチンを下に示している。この他、エルゴトキシンは、エルゴクリスチンとエルゴコルニン。 エルゴクリプチンが同量混合されたものである。天然においても、アグロクラビン、エリモクラビン、リセルゴール等、エルゴリンの基礎構造への多くの就職が見られる。ジメチルエルゴリンからのこれらの誘導体は、クラビン類と呼ばれる。クラビン類の例としては、フェスツクラビン、クミガクラビン A、クミガクラビン C 等がある。合成エルゴリン誘導体の中には、 蒸気分類のいずれにも属さないものもある。以下のような例がある。ありがとうございます。